すいません、お願いします。はい、わかります。どうしましょう。いや今日ちょっとかなりテンション落ちてるんですよ。珍しいですね、いつも元気なのに。今日ね、はい、ちょっと上司に仕事でミスっちゃって怒られちゃって。でもね、やっぱりその時やっぱりアイライテのラーメン食べたいなと思って。ありがとうございます。なんかいいラーメンないですか。人生甘いだけじゃダメなんですよね。やっぱり担々麺のように辛さも少し混ざってないと。だから上司さんの言うことは、たまに甘い中のたまの辛さなんです。今日はうちの担々麺でどうでしょうか。お願いします。お作りしてまいります。はい、はい、すいません、お待たせしました。こちら担々麺でございます。怒られた時には甘さも辛さも両方味わっていただいて。でもね、もうすごい今日怒られて、あんま食欲もね、本当はあんまないんですよ。一口吸ってみます。ちょっと食べてみます。あれ、この甘くて辛い担々麺止まらないですね。止まらないですよこれ。これは美味しい。店長ありがとうございます。よかったです。ごゆっくり召し上がってください。